オアハカ盆地の遺跡一地図サポテカは、メキシコ南部、オアハカ州のモンテアルバンを中心として栄えていたと、される文明。その開始時期については、先古天気前期末のサンホセモゴテのティエラ・ラルガス省の時期と考えられる。この時期に、サンホセモゴテは7.8ヘクタールほどの集落となり、その規模は、オアハカ盆地の他の集落の5から8倍であった。この頃、メソアメリカでは、 最古の部類に属する5.5メートル4.5メートルほどの長方形を呈する六号建造物をはじめとした公共建造物が築かれるようになった。ロサリオ省になると人口は1300から1400人ほどになり、サンホセモゴテの主張は翡翠の装飾品を身につけるようになり、図外変形や黒曜石の探検を用いた放結儀礼などが行われていたことがわかっている。主張は、 生前は中庭のある日干しレンガの家に住み、死後にはその遺体は豪華な墓に埋葬された。ロサリオ賞の終末期には神殿と思われる公共建造物の入り口の敷居部分から発見された石碑3号に見られるように象形文字を刻んだ石碑が建てられるようになる。石碑3号に刻まれた犠牲に捧げられた捕虜の名前の一の地震は 現在のところ確認可能なメソアメリカ最古の文字の使用例であるとともに、最古の260日歴の使用例であることで知られる。サンホセモゴテは 500BC 頃放棄されたと考えられる。サンホセモゴテの石碑3号石碑12号と13号、暦に関する文字が刻まれている。その契機となったのは、先古天気中期から後期にかけての和墓盆地での構想の激化であり、 盆ンチ北部のエトラ国のサンホセモモテと、盆ンチ東部のトラコローラ谷地域の勢力と、盆ンチ南部のバジェグランデまたはサアチラ谷地域の勢力が、オアハカ盆ンチの覇権を争い、モンテアルバンが建設される直前の時期には、丘の上に防御機能を持った集落が、次々と建設された。この争いの終結は、前5 0 0年頃とされるモンテアルバンの建設により、収束したが、 その起源については、トラコローラ、バジェグランデの連合体が、サンホセモゴテに対抗して、モンテアルバンを築いたという説と、サンホセモゴテが、全2社に対抗して、モンテアルバンを築いたという2つの説があり、後者の説が、今のところ有力とされている。モンテアルバン愛で知られているのは、中央広場南西部隅にある、踊る、人々の神殿で、神殿の周囲に置かれた石堀には、 あたかも踊っているように見える人物像、弾山手や未解読のサポテカ文字と共に、マヤにも受け継がれることになる点と、棒表記の数字が暦と思われる表記と共に刻まれている石碑が混流された。踊る人々の石彫りは140以上見られ、モンテアルバンの支配者によって捕虜にされて、拷問にかけられたり、殺害された主張や王たちを刻んでいると推定されている。 このような石彫りを刻むことによって、モンテアルバンの支配者の権力、軍事力を固持し、正当化する意味があったと考えられている。人物像の脇に刻まれた、サポテカ文字は犠牲になった人物の名前を示していると考えられる。モンテアルバン通期にかけて、都市の西部と北部に約 3km にわたって防御壁が築かれ、ダムと約 2km にわたる用水路が建設された。 モンテアルバンの人口は紀元前100頃には1万7000人、オアハカ盆地全体では5万人に達したと推定される。その後、テオティワカンとの交流を受けつつ、モンテアルバンスリー期には最終的にモンテアルバンに集中した人口は2万5000人を数えるまでになり、規模も6.5平方キロメートルに拡大した。盆地全体の人口は、 一時期11万人を超えたと考えられている。モンテアルバンの中央広場が完全に建物で囲まれたのがこの時期である。スリー期の後半、すなわちファイブ期は広場の出入り口が3カ所に限られ防御性が増したことから貧富の差が拡大し、庶民層の不満が高まって不安定になっていったとも考えられる。モンテアルバン放棄にはモンテアルバンは 人口4000人ほどのセンターに衰退した。盆地全体の人口は7万人に減少し、盆地南部のハリエサが人口1万6000人を抱える盆地最大の集落となった。しかしモンテアルバンに見られるような大建造物に囲まれた中央広場は気づかれず、小センター同士が争う分裂構想の時代となった。また、特筆すべきなのは、この頃から 美しい階段文様や雷文の建物で知られるミトラが盆地南部のトラコローラカ国に起こり、本格的に活動し始め、また、サーチラも発展し、墓地の壁画やレリーフには見るべきものが多い。これらのセンターは一部を除いて、5個天気まで続くこととなる。ありがとうございます。